超魔天の宝石2つ目ゲット。あと2つで扉が開く。そのミートピアダンスやめえ。あと半分か。まあでも、この4人でスパッと行けばね、すぐなんだよね、結構。もう半分だ。そうそう、プラス行こう。結構いるよね。その半分さ、プラスに取られるかマイナスに取られるかの人。私はちなみにね、プラスの、マイナスに取られる方です。あの時のニュアンスだ。ね。あの時、今、ガオガエと一緒に仲良くやってんのかな。あら、嫌だわ。せっかくにこの超魔王ですって。大魔の子も思い出しちゃうわ。あら、あなた。目とか鼻の宝石持ってないかな。そういえば、ちょっと前に、不気味な宝石を手に入れたの。それのことかしら。それかも。でもごめんなさい、捨てちゃったわ。どこに？砂漠の意識でよ。行ってみる？まあでも、もう完全お使い感覚でどんどんね、引き受けていくわけですよ。じゃあ、鹿迷宮でパパッとやっちゃいます。なんだろう。びっくりが2つある。扉とかそういうシステム？スイッチとか。まあ、とりあえず、雑魚的はね、この4人だとね、リリア様が吹き飛ばしてくれたり、アンナが吹き飛ばしてくれたり、アンナが吹き飛ばすんでね。はい。アンナが2人とややこしいですね、やっぱり。はーい。リリア様、はい、ドン。お、取る。取るのか、アンナが続く。でもアンナが続く。大丈夫、大丈夫。アンナが続く。これで終わりでしょ。さすがにアンナが、これ、あ、いやいやいや。いや、リリア様の攻撃に耐えるやつが出てくるとは。ん？さっきはごめん。アンナは謝らない。それならもういいよ、ちょっと何しとるんだ、もう、君たちはもう。一つ目のびっくりに行きました。多分、三箇所このイベントがあって、で、まあ、三個目に見つかるのかな多分。多分、まあ、まず見つからんだろうな。ん？何？顔がしょんぼりしてるもん。違った。残念、ここじゃないみたい。何これ。というわけで、二つ目です。まあ、ここも違うっていうのがね、テンプレートなんでね。はい。まあ、ここもスパッとね、イベント紹介から消しようと思います。まあ、まあまあまあ、でもどうせ、ん？うん、だろうね。もう分かってて、それはさすがにその、フラグ的にね、もうそれしかないの分かってるから、大丈夫大丈夫、それでいいんだよ。途端にリリアとアンナを外すと、あ、アンナ、こっちにアンナはいるけどさ。リリア様外すと、途端にね、戦闘がね、長くなるね。さあ、しおちゃん、はい、よいしょ。なるほど。水準の火力が出るんだけどね。排除完了。見えるか？踊りましょう。オーケー、手伝うよ。別に安定はするんだけどね。やっぱね、リリア様 と戦士アンラは、まあ、やっぱ、強いんだなーっていう。多分料理のドーピングの血が違うんだよ、多分。あ、いいね。でも、結構出るじゃん。やるじゃん、しおちゃん。まあ、120程度か。リーエス様で100ローすぐ出るもんな。言っちゃ終わりかな、それ。それの強化版が入ったんで、アンナが使ってくれたらいいなと思います。使って新しい技。激薬、爆薬フラスコ食らうのだ。いや、だいぶ出るよ。この時点ではだいぶ強いよ。第2のリーエス様、生まないでよ。はい、フラグ的に3つ目です。もう絶対当たります。ボスとかは特になかったからスッと行ったな。ティラずっとこの服装でパッパパッパと掘って。あ、口の宝石が出てきた。口の宝石が出てきた。いびつな形や。で、これで一応終わりかい？あ、終わりなんだ。今何？今一瞬なんかとんでもない目見えたんだけど、今、裏側が。今、ミーの裏側が見れたわ。てか、なんだったら今もうそれすでにさ、見えてんじゃん。ミーの裏側。時々ミートピアバグってこうなるから、だから俺メイク嫌いなんだ。これ、超魔天の宝石三つ目。あと一つで扉が開く。ん？そしたら超魔王をやっつけて、大賢者、矢田翔を助けるんだ。やるぞー。格闘家具者、ドクター・クライゴーは。俳優、なんか配役完璧なんだよね、なんか。科学者だし、なんかまあ一番なんか再現度もすごいし、完璧な人が来てるわ。ドクター・クライゴは、おお、何かんね。ロボット工学の権威、ドクター・クライゴは引用かんね。なんだその完璧なセリフは。宝石を知らないかな。目とか鼻の宝石なんだけど。なるほど、それは君が悪いな。だが心当たりがあるぞ。
よし、こう、ついてきなさい。一緒に行くよって。ドクター・クレゴ一緒に行くとか、なんかすげえなんか心強く聞こえるんだけど。じゃあ行くか。うわ、ロボギンちゃん、古びたロボット。ロボギンちゃん。急になんかメカメカしい、なんか違うもん。古びたロボットやもん。いよいよ古びたロボットだからね。いけ、ピコ太郎。いや、一応なんかね、NPC にね、ドクター・クレゴも一緒にいるんですけど、戦ってくれるのかな。まあ、そこそこ頼りになりそうやけど、それはそれで。科学者って強そうだもん。よーし、おっす、え、おっす、おっす。急にそんなおっすってドクター・クレゴが言ってきたんだけど。ピコ太郎どうする？みんな、おいしそうよー。すーぐラブコールするんだから、ピコ太郎は。トウカさん、こら。早いんだよ、HP でバナナラインが。ドクター・クレゴ、えい。ドクター・クレゴはえいとか言い始めたんだけど。まあこれでもう普通にポチポチと上機嫌なんで195出てるわ。総理か、本当にこれ。あんだ、手や立ちが手やすけ、大丈夫、アイハブも。ラブコールのおかげで追加攻撃発動しやすいからね。それこうもなるわ。なんかすげえダメージ出てたわ今、なんだったら。いけー、おらっ。ちょっと待って、地熱ピザあれ強いんだよ、あの料理強いから引きたいね。まあ、でも言うてほとんどまあ5割ぐらい入ってるからいけると思うんですよ。ちょっと止まれ、違う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 、どこ行くん、どこ行くん、どこ行くん、ちょっと、おお、ノー、あんまりだわ、あんまりだわ。来ました、来たわ。これね、ルーレットで当たるとね、これがね3つもらえるんですよ。だから強力なドーピングアイテムがルーレットで出た時にゲーム券を貯めといて一気に使う。これがね、ミートピアのドーピングの楽しいところですよ。じゃあ、あと16枚。全部地熱ピザ、いきます。あー、なるほどね。違うなー。もっともっともっと、あーん、もう。もっと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 。もっともっと、じゃんがん！止まれ止まれ止まれ！あ、もう行きすぎ行きすぎー。違う違う違う、もうどこ行くん？よし、来た！これは来たでしょ。ストップ。ストップ、もういいよ、もういい、いかんでいい、ストップな、ストップ、ストップ、ストップね。もっと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 、よしよし、もう泣いてるでしょ、ようやくや。待って待って待って、これさ、ルーレットの範囲こうなのにさ、なんでこんな当たらん。来たでしょ、よー、レンチャンレンチャンよー。もっと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 、はい、調子上がってきた。止まって、もう止まって、もう止まっていい、もう止まって、そこ、止まっていい、止まれ、止まれ、もういい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 、なー、もうなく。もっと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 、よし、もう止まっていいよ、もう止まり。うちょ、違う、それいいんじゃない。もっと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 、もっともっと、あん。こんだけあんのにさ、そんな出ないってことあります？ペア料貢献魔法で出てとんのに。全然青の料理出ない。いや、この最後の1枚、最後、地熱ピザで終わせるように、せめて。確率論的にいけるんやって。ちょっと待って。あのさ、この動画も完全にもう俺、賭博だよね。賭博依存症の動画みたいになってるの。もっと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 もっアブさんもちゃっかりいるけど、クリーン工場に来たらいいけど、アブさんもちゃっかりいますね、ちょっと。アブさん。ちょっと待ったーって。いつまでも遊びここはすない。ミスタークイズマン、アブさん登場。今日何のクイズやんの？知識はいかほどか。あー、モルシリクイズや。俺、ラクダ間違えとるからな。どうやろう。いや、いける。
自分、まあ、この前の回はちょっと手が滑っただけなんですよ。手が滑ったんです。はい、ちょっとここでちょっとね、皆さんを信用させるためにね、自分の知識をお見せします。ここの知識ね、頭を示しますね。はい、太陽は東から西へ昇ります。いやーし、ここは今ドヤ顔で間違えたらどうしようかなと、本当に今ドヤ顔でさ、昇りますって言ったよね。あれで間違えたらどうしようかと思ったよね。はいはい、カモンキュキバーだよ。何ソウルが使える魔法、キュウリーって無理があるって。はい、3問目スパッと行こう。イカの足はね、タコ8本、イカ10本。イエーイ、そうだよ、そ、うん、こんなの僕がラクダを間違えるわけがないもんな。え、水、あーよかった、ラクダ来たらどうしようかラクダトラウマじゃないか、軽い軽いトラウマなんだよな、もうラクダアブさんゲーム券くれよ、バナナじゃなくてさ。さあ、ドクタークライゴーの力見せてくれよ。おっす、食らうのだあ、でもなんかクライゴーちょっと前に出んのね、俺たちのちょっと前に出んのね、ほわーってさあ、採用に来ましたけども、このパターンだと素晴らしい工場だ、ここは。さて、宝石、宝石っと、あー、もうさ、これは取られる。あ、あー、クライゴーの顔が、どん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 ドクタークライゴーやっぱクライゴーがボスやったか。ロボドクタークライゴーはロボットを作る側やから、ついにそうなったが、あれ、このパターンってそろそろあれが解禁される、もしかして。多分守りの振りかけそろそろ解禁される頃かな。ロックオン入んじゃない、マガン切れ強っ。あ、やべ、来た、次のロックオン、次来るぞ、あれがでかいの来るぞ。やっぱ来たか、よしよし、守りの振りかけっすね。一回攻撃無効になります。強いですね。はい。狙われておるな。狙って放っておいたら誰より攻撃を受けてしまうぞ。だが安心しなさい。守りの振りかけでダメージを打ち消せるのだ。そうだね。狙われた守りの振りかけで、守りの振りかけをするの他にもう一つあるのが、安全地帯に下げることですね。安全地帯に下げればもちろん食らわないんで、一回済みます。あ、でももう一回、そうか。まあいいや、マガン切りで動いた後やでな。どうしよう、素早さ関係的に一回アンナ出せるね。アンナ出して、自分が攻撃して、アンナが殴ったのを確認したら、安全地帯に下げます。こうするとですね、守りの振りかけを一つだけ消費いいんですよ。これはもう絶対食らわないわけですよ。はい。で、危なかったと。で、充電始めるんで、しばらくこれで。守りの振りかけがね、節約するに越したことないんでね。連戦があった場合ね、これが大事になってきます。いけ、暗いか。もう暗いかとヨッピーは何をしとるんだ、君たちは。あ、いいね。ソウルが僧侶してないんだよな。リリア様とかが、アンラが完璧な布陣だと自分はソウルでいいんだけど、このパターンだと自分はなぜかこうやって殴っている、気づいたら。気づいたらティラとアンラを殴ってる。回復する必要性をあまり感じないからな。わぁ、めっちゃ出る。15、29、うん、クラウドダメージが違うもん。そーれ、んなんだ、何すんの、花が咲くよ、フラワー。おー、回復技珍しく使ったの。から焼きして熱い一撃、おー、101円じゃん。納得できない、来た、もう一回来た俺頑固やっぱいいな。料理人が戦士タイプになってるな、こりゃ。水の戦士だな。パラディン的な立ち位置になってる。おー、避けてね。いや、避けるでしょ。てか、そんな食らっても多分そんな食らわんと思うけど、まあ。42、結構食らうね。ヨッピーがいけるか。ヨッピー、非常攻撃、後ろ蹴り。いいよ。よしよし。それ花が咲くよ、メガフラワー。いいじゃん。クライカが珍しくソウル立ち位置してる。いつもなんか扇風機とか吸い始めるのにね。今日は珍しいじゃん、クライカ。いよいよちょっと賢くなった?さあ、アンナがそろそろ決めてくれる頃。お、まだか。充電完了?あ、次、あれね。はいはい。大丈夫大丈夫。多分その前に終わるしな。やっぱり。あ、まだか。まだか。まだか。扇風機
扇風機じゃないんだよ。もう終わらせよ。はい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 、はい、ポチ。あ、終わり。やったぞ。やったぞじゃないんだよ、クライゴは。なかなかこのクライゴアの顔も完成されきってんな。あ、なんかちょっと変になっちゃってるけど、そのせいで顔捉えた方は。生地顔捉えてて変になっちゃったね。あ、でもクライゴア再建度高え。助かったのか。へえ。ロボット学者がロボットになるとは。なかなか興味深い体験だった。そりゃそうと。この辺に、全然クリーンじゃないな、持ち方が。これかな？あー、ありがとう。これで、花の宝石、持っていきなさい。ありがとう。これで終わりや。つい、宝石が4つ集まった。やったー。これ、超魔天狼に入れるのか。ドキドキしてきた。そうだよ。だって、もう、敵の本拠地だから怖いわな。しっかり準備して。行こう、超魔天狼へ。お、やっぱするか。超魔天狼の宝石集まったよ。目と鼻と口の宝石だね。これで福笑いしよう。福笑いすんの。大事な宝石遊んじゃダメ。おはじきは、おはじき割れてない。君たち遊びに行くかな。じゃあお手玉とか。やめて。冗談だよ。ティラ、慌てすぎ。面白いな。うー。それじゃ始めようか。うん、いつも通り。超魔天狼、突入前夜祭。乾杯。この第一陣が喋るだけなんだな。なんか寂しいけど嬉しいな、なんか。その一人でピコ太郎ってのはどんなもんなんかね。あ、来た。ちょっと待って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 。今日もいびつな感じにドラゴンに捕まってんね。まさかの今回アンラなんだね、尻尾に引っ下がってんの。暗いか、なんでお前そこにいんだよ。なになに、これ超魔導入は入れるんだ。そして超魔王大賢者岩田所長を倒すける。岩田所長ってさ、うん、ティラの友達なんだよね。と、まあそんな言い方はゲーム内では友達です。はい。君は友達と戦えんの？そのドラゴン急にそんな問いを。友達と、RPG 的に言うならね、友達と戦わない意見も、場面もいっぱいあるんですよ。でも僕怖いな。いいえ。やっぱり辛いんだ。うん。でも岩田社長はもっと辛いと思う。そうだね。超魔王にさせられてるんだよね。だから行くんだね。うん。じゃあ降りるよ。お願い。頑張ってティラ。尻尾引っ下がっとる人たちの気持ちってなんだろう。アンラなんてもうさ、尻尾に引っ下がってもおるしさ、乗ってもんねえもんな。複雑やな、あいつ。さあ、扉の前に来ました。宝石様子確認 OK。 ついにこの時が。あれ、宝石はめると超魔天狼の扉が開く。不用心に相手いもんかね。いつもいつも。さあ行こう。超魔天狼、ちょっとなんか鳥肌立つぐらい、なんか BGM が鳥肌立つね。鳥肌立つぐらい、ちょっと語彙力がやばい。うわ、歓迎されとる。この声、超魔王岩田社長、久しぶりだな。俺に会いに来てくれたんだろう。果たして、ここまでたどり着けるか。お前使い見せてもらおう。ああ、みんななんかヤッキーな。そうだ、一つ教えてやる。この通り懐かしい奴らを呼んでおいた。再会を楽しむといい。というと、中ボスが何体いるんだかって話ですね。まあ。じゃあ皆さん、まあ、行きましょうかね。さあ、あれ？あの人どっかで、いや、それはあの人どっか2回取られてんじゃねえかよ。ちゃっかり顔2回取られてる。ん？おー！魔王！
おーおーおー、うわー、助けて。あー、そういうことなんだ。魔王2回目ってことか。大魔王トランプの原因。なるほどね。確かに懐かしいやつではあるけどな。うん。また買う場合あるんかな。買う場合あったら、結構買う場合っていう状態上がきついんだよな。まあもちろん短期決戦になりますよ。リリア様とアンナがいるんでね。火力は問題ないでしょう。バリア、オッケー、バリアから入って、とりあえず。マガギリ、よいしょ !169 出るの強い。ん?はい?え?あ、ちょっと待って、それ。ちょっと待って!激辛料理。なんでだよ。なんでだよ。なんで激辛料理食わせんの?悪夢。寝た。安全値。安全値下げて。まあまあまあ、これはしゃあない。リリア様、メガファイヤーで打点取って、しっかり。アンダ、リリアが手助け。いいよいいよ。普通にね、火力はもう全然足りてる。十分足りてるからね。空焼き!いいよ!これで100弱出るのはね、頑張ってるよ。リリア悪夢にさらう。寝た、安全チャイ。というわけで、リリア様もご撤退です。次何かな?悪夢連打だね。悪夢連打って言っても、まあ、こうなった場合は、あ、カーム使えないのか。じゃあ、キュアでいいかな。キュアして、リリア様が目覚めたらヨッピー下げるだけでいいです。うん、なるほどね。キュア。ちょっとだけ、ほんのり回復したな。リリア様下がって、よし。もうヨッピー下げるだけですね。特にキュアする意味なかったですね。よく考えたらね。どうせ安全地帯で回復するんだったって思って。普通に攻めればよかった。もったいないわ。いやー、すごい !270 出んの。さあ。悪夢多いねー。まあまあ仕方ない。いや、悪夢多いねー。悪夢そんな連打されても結局それやったらね、勝てちゃうんだよね。はい。で、アンラを再び戻す。安全地帯を何回も使えるってことをね、がポイントですよね。これさえできれば、状態上はね、一人で一ターンで全部直せるんで直そうと思えば。そんなに悪夢が何回来ても怖いもんではないというべきか。お、ヨッピー。また騎乗攻撃していこうで。よいしょ!じゃあ、アンラ出しちゃおうか。よし。よし、じゃあまあ普通に。今んとこ全然攻撃されてないからね、単純に。状態上かけられるだけだったら、これをするだけで勝てちゃうんで。特に何もしてくる気配がないというか歯ごたえ手ごたえくれよ悪夢好きだね悪夢いざなってもしゃあないよだって戻すだけだもんキプレイはね正直この辺りの対策はね慣れてるんでねはい間に合わないあのボタン操作が間に合わないことが唯一の欠点ぐらいですかね本作に至って何回も下げることは試合は変わってないんで普通に殴るだけで終わっちゃいますこれあ終わるなこのターンに終わるかもしれない1,2お、耐えるね。多分もう決めてくれるよ。あんだ?おー、最後の抵抗すんのか?あいつ最後の抵抗すんのか?できなーい。何、笑った何がしたかったんだ、お前。ありがとうあれ ?2 回目になんの?一応。この人の顔を取り返すっていうことを考えると2回目か一応なんかちんまいなこうしてみるとな戻ったよかったね元大魔王トランプはいどうもトランプさんひどい目にあったあ僕のこと覚えてるかな覚えてるわけないやんか誰元大魔王トランプだよ大魔王が通り僕は解放された魔王呪いからね。大魔王は悪いことたくさんしたけど、あれは僕の意志じゃない。俺だけは信じてほしい。嘘こけんよ、お前。顔が嘘やもん。ところで君、新しい魔王、超魔王と戦ってんだね。うん、そうだよ。大魔王を償いをしたいんだ。僕にも手伝わせてくれないかな。お前一緒に来んの?来る?一緒に。じゃあ、NPC 戦闘員。頑張れ。もっと大魔王トランプ頑張ってね。何ができるんだこいつ。不安だわ。